ティップオフです。ジャンプボールはアルティール千葉です。右から加藤武人パス、そしてただ飛ばしてからサイドステップスリーポイント刃渡り落ちてオフェンスリバウンド、アイバナーカスです。パードンリングした、パードンブロックしたテレンスキング、テレンスキングのブロックです。早い攻撃、タダタケシスリーポイント、タダタケシです。ここは音響を切ってブースターに任せました。菅野対大塚、菅野が空いたディープスリー、菅野大崎パスに変えました。グランドのスリーカットインしていました。菅野のスリーが当たっています。リュウチマシカットインしていました大崎です。このカットインというのがパードンから杉本、平田孝明切り込んでいく、ペイントエリアから中からのショット、エンドワンです。ここまでも1試合平均は 11.1、 スイッシュで決めました。そして逆にチャンス、アイバナーカスへのフローターは通らず、早いトランジション、平田孝明のスリーポイントです。平1本目、そして栗原貴弘ヘッドコーチタイムアウトです。後半最初のプレーでもカットインを見せた千葉、それを封じた福島です。サラサケシワイドオープン、右のウィンから、サラサケシ2本目です。刃渡りから加藤、アイバナーカスです。刃渡りのスリーポイント、左のウィンから、エチェニケです。エチェニケ、この力強さ、グランドのシリーがボールを持ちました。アシュリー、このパスが熊谷に通る、熊谷空いた、熊谷2本目、熊谷です。木田隆明ヘルプサイド、前田レオ、前田レオのフローターショット、オフェンスリバウンド、アシュリーです。グランドアシュリー、パードン、こちらは杉本、大塚優斗スリーポイント、今日1本目です。大塚にも当たりが飛び出しました。アイバナークサードショー、アシュリーに通った、アシュリーが打ってくる、これも入ります、20点です。デイビス、デイビスに戻した、デイビスボーサンダンク、そしてここでブザーが鳴りました。14連勝は快進撃でも奇跡でもありません。